第19回全国中学生軟式野球大会に出場する北海道選抜アンダー14は白老町で最終合宿を行った。熱の入った練習の中、太田監督、森岡団長、さらにキャプテンの大津くん、副キャプテンの秋山くんにインタビューした。はい、では、北海道選抜チームの太田監督にインタビューさせてもらいます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。太田監督、まずはこの合宿ですけれども、はい、何度目になってるんですか。もう今日で5回目になります。結成されてからもう5回目と。5回目の合宿になりますね。はい。で、合宿はこの後は、もうこれが最後というふうに。そうですね、合宿という形でやるのは最後になります。最後で、ね、はい。ではここの最終調整と言ったところを今、はい、まさにやられているわけですね。はい、はい。最後の練習というのは、はい、ではこの合宿終わった後いつどこで行われる。2週間後に札幌で、はい、練習試合の試合形式というような形なんですけど、はい、それが大会前最後の練習という形になります。それは例のスドームでやるということですね。そうですね、はい。非常に春の全国大会を控えてこの選抜チームを作られたわけですけれども、はい、この冬の極寒の中ですね、はい、北海道のチームは調整すごく非常に難しいなというところもあると思うんですよ、はい。その中で難しさとまた現時点でのチームの、はい、完成度としてはどんな感じかなっていうのがあります。難しさでいうと、はい、どうしても外でやるっていうのが限られてしまうの で、ね、これまでの4回の合宿は内野手中心に、はい、やってきてました。なので難しさは外野とのフライの感覚、あとは内外野を含めた連携の部分が難しいなと思ってました。なるほど。で、完成度っていう点でいうと、はい、内野の部分に関しては、8割9割僕の中ではイメージしてたところにはありますね。ただその難しさっていうところと重なるんですけど、はい、外野手の連携ができていない部分とポジショニングをまだ子どもたちに伝えきれてないっていうところでの、完成度が課題ですね。外野手っていうところが中心になるかと思います。はい。ではこの合宿が終わった後に、はい、スドームで行われる試合形式、はいはい、ここで、ぶつけながらのその調整も含めて確認したいなということですね。はい、この後ちょっと選手のこともちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、大津キャプテンが中心になって、はい、今盛んにやられていますけれども、はい、投打の軸になる選手っていうのを、はい、キャプテンの大津、あとは内野手を任せてるんですけど、秋山翔、はい、この辺が軸になってかなと思います。ただその2人だけにおんぶに抱っこっていう形ではなくてですけど、この2人には守りの方でも打つ方でも、あとは投げる方でも活躍してもらいたいな、この辺が計算に立たないとっていうところの選手がありますね。なるほど、はい。東大の今軸ついたんですけども、はい、この合宿で、実は伸びたんだよなという選手、はい、もしいらっしゃったら。ですね、自分たちのチームに戻った時、中学校のチームに戻った時に外野を専門でやってますって言ってる子たちが、はい、内野のメニューを過去の4回の合宿でこなしていってたので、はい、正直安藤の外野手とか武田の外野手が、はい、内野手もできる外野手になってきたのは、イメージよりは、ね、超えると言ったらあれですけど、上回しですけど、イメージより上回ってたなと思います。なるほどですね。はい。じゃあよもやの収穫でいったらそうですね、理想は本当に内野手の動きができる外野手になれたら最高だと思うので。そうですね、はい。
あとあのやっぱりこの時間やっぱりその守備で その外野の練習というのはなかなか難しいということではあるんですけれども、あのバッティングについては結構こう打ち込めたとかそういう部分というのはありますか。いえ、打ち込みの前に形、スイング、素振りっていうところとかそこを中心にやってたので、あ、実際に生きたボールを打つっていうのは、できてないです。今回が初めてです。あ、そうなんですね、はい、どうですか。非常にあの楽しみのある北海道選抜チームですけれども、はい、ぜひあの全国大会での活躍、本当にお祈りしています。はい、小高君、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは北海道選抜チームの、団長の森岡さんにインタビューさせてもらいます。森岡さん、こんにちは。こんにちは。はい、まずこのアンダー14の選抜チームですけども、この選手たちはどのようにして決められたんでしょうか。昨年のですね、2017年10月の21日、22日の土曜日で、はい、セレクションを行いまして、はい、そこで66名の約70名の選手から、はい、18名が選出されまして、はい、はい、あ、そうだったんですね。その70名というのは北海道から、全道からも、そうですね、はい、稚内から端から端まで。あ、そうなんですね、はい、なんか告知ってどんな風なされたんでしょうか。基本的にはですね、北海道選抜のブログであったりとか、あ、はい、北海道中学男子野球連盟のホームページで、あ、紹介をしています。あ、じゃあその辺をじゃあ、今の現在の中学1年生だと、はい、またこういった選抜を狙う子たちはそのブログだとかホームページを要チェックしておかなきゃいけない。そうですね、そうですね、こちらから特に決まってくる金額としてではないので、なるほど、皆さん調べられてですね、楽しみにしていただいている。ああ、そういう状況です、はい、そうですね。全国大会が、春に千葉県で行われます、ね、千葉県の柏市ですかね、行われますけれども、はい、今回この選手はもちろんご父兄の方々もだいぶ行かれるようですか。私も北海道選抜についていくようになってもう2年3年ですけれど、あ、本当にほとんどの家庭がですね、応援に来ていただいてますね。あ、なるほどですね、はい、今までの北海道選抜チームでのこう最高位ですかね、全国大会の成績ってどんな感じなんですか。ですね、北海道選抜としては、2回戦勝ち、2回戦勝ちくらいでしょうかね。ああ、そうですね、大会は2日間なんですけど、はい、2日目まで進んで、はい、敗れてっていうような。あ、そうなんですね、では出場チームはおよそどれぐらい何チームぐらい出てるんですか。16チームですね。あ、なるほど、そうすると4つ働いてくれるんですね。そうですね、なるほど。団長から見てどうですか、今のチームの仕上がり状態は。練習もですね、非常に一生懸命やってくれてまして、意識の高い選手たちがすごく多いので、はい、本当に全国でも戦っていけるんじゃないかなというふうには感じてみています。はい、いや、非常に楽しみです、ね、団長どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、こんにちは。こんにちは。はい、左から、大木キャプテン、それから、秋山副キャプテン、はい、投打の軸ということで、先ほど太田監督から話が出ましたので、2人にインタビューさせてもらいます。この合宿での目的ってどんな感じなんですか。そうですね、次の合宿はもう試合ってことなんで、うん、次はもうレギュラー争いできるんで、やっぱ自分の戦略を尽くしてやるっていう、うんうん、なるほどですね、うん、ではちょっと攻撃面と守備面と走塁面とそれぞれ今現時点でのね、完成度じゃないですか、5段階評価で2人に聞きたいなと思うんですけど、
じゃあまずキャプテンから攻撃面は、そうですね、打撃かな、打撃面は、打撃面はやっぱ5段階で言ったら2ですかね。まだ 2です。ああ、そっか。それはどんなところに問題がある。そうですね、まっすぐまずしっかり捉えないとダメだと思うし、うん、そこで変化が入ってきたらまだどんどんまだ打てないかなって思って、あ、もっと振ったりしないとダメだと思う。なるほど、そっか。秋山くんは、自分は3ですね。3、はい、うん、あと何がダメですか。振り切るので、うん、しっかりまずボールに対応できれば、うん、その分打球も出てくると思うので、うん、その打球に対応できるまでが時間がかかっているので、うん、そこだと思いますね。うんうん、なるほど。では、守りの守備面ではキャプテンどう？守りは3です。3、うん、グローブに当たるんですけど、うん、弾いて落ちたりすることは、うん、まあ、いろいろあるので、うんうんうん、そこを直せれば5にはなるのかな。分かります。あとはあの外野との連携だとか、はい、それはまだできてないというふうに聞いてるんですけど、うん、まあ、これはしょうがないんですけどね、はい、その辺はスドームで今度調整するのかな。はい、そうですね。秋山君はどうですか。自分も3です、はい、3です、はい、あの外野のまだ練習ができないので、うん、その外野と内野のカットプレーと連携がまだ分かんないので、うん、というところと、あと内野キャプテンは言ったんですけど、勝ち点は取るという、うん、そこを詰めていけば4と5になるかもしれない。あ、総理面はどうですか。総理面はそうですね、4ですかね。うん、盗塁とかも、まあ、足があるんでできるんですけど、うん、スライディングとか、うん、そういう決めつけないと、うん、プレーで決めつけたりするんで、うん、そういうところを直して、うん、キャプテンの人たち決めつけない、まずは決めつけないで、うん、まあ、全力疾走、あの途中途中やっぱり決めつけてやっぱり抜いてしまうところがあるので、うん、そうでいて、うん、まずは全力疾走、そこをやっていってから、うん、そこから技術っていうところで。なるほど、はい、分かりました。最後の質問をさせてください。チームの中でキーマンあげるとしたら、自分を含めてでもいいです。そうですね、はい、やっぱ自分の中では西田と、西田とか翔くんかな。あ、どんな選手ですか。そうですね、いつもテンションが高くてチーム盛り上げてくれるんで、うん、ピンチになった時に、うん、その翔くんの顔を見て癒されれば気持ち持ち着くかなと思います。なるほど。翔くんは、自分は伊藤浩介。あ、伊藤浩介君。キャッチャーもやってるんですけど、やっぱりバッティングが武器なのかな。あ、なのでそのバッティングでチームをどんどん、今バッティングがちょっと対応してくるので、その部分でやっぱり伊藤君に引っ張っててもらいたいな。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの全国大会での活躍に祈ってます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。